どうも、三重県住みます芸人オレンジ田中です。今僕は JR 松阪駅にいます。今回三重県が紹介するのは荒竹さんというお店のもー太郎弁当です。もー太郎弁当はもうめちゃくちゃ美味しいんですよ。でこちらね、売店が JR 松阪駅の南口徒歩3秒のところにあるんですよ。で今回はそちらの売店を紹介しようと思ったんですけども、なんと本店で社長のアポが取れましたので、そちらのお店を紹介したいと思います。それでは行ってきます。こちらにあります駅弁の荒竹さん、ここにもー太郎弁当があるんです。荒竹本店にお邪魔しております。社長に来ていただきました。社長よろしくお願いします。荒竹でございます。こんにちは。社長素敵な、ありがとうございます。ありがとうございます。まさかといえばもー太郎弁当だと思うんですよ。ありがとうございます。最近ね、みんなそう言ってくださる。はい、改めて、はい、もー太郎弁当の特徴とか教えていただいてよろしいですか。はい、もー太郎はですね、はい、ズズズズズじゃん、出ました。この牛のパッケージ、牛の顔に入ってることがもうまず恐ろしいぐらいの特徴だと思います。うん、黒毛和牛のすき焼きがどっさり乗ってます。そうですよね。で、行っていいかな。あ、どうぞ。はい、出ました、オルゴール。はい、こちらの曲がふるさとですね。はい、童謡ふるさとが蓋を開けると流れます。すごい、これね、僕幼い頃に両親に買ってもらった時にこの音楽聴くのが楽しみだったんですよ。ありがとうございますね。子供ちゃんからね、お年寄りまで本当に人気の駅弁です。はい、ここにいます。あ、ありますか。出た、あのもー太郎弁当のケースはいろんな形で物として使えますよね。そうなんです。この方はジオラマで、自分で全部作ってくださって、ここにビートレが入る線路が引かれてます。よいしょ、見えるかな、はい、これがこうですよ。なんすか、デコレーションしたんすか。そうそう、あのキャラ弁、デコ弁の、はい、この人は素晴らしい方で、はい、100均でつけまつげ、はい、それから毛糸を買ってきてくださって、まずホワイティモータロー、まずこれを真っ白に塗ったんですよ、うん、それだけでもすごいと思うけど、モータロー弁当2個買ってくださった方がこうやってホワイティとブラックでモータローを作ってわざわざ送ってくださったの。これよく見るとこれお礼状なの。すごい、楽しい楽しい演出が、お客様がご自分のお家に持って帰っていろんな風に遊んでくださってるんです。いや、これね、社長の人柄もあってもー太郎弁当って美味しさ以外にも人情が詰まってますね。そう言っていただくと、あのね、もー太郎はね、そう、人情、ね、その人のファミリーヒストリーがここに生まれると思う。はーい、じゃあ早速社長ちょっといろいろいただいてもよろしいですか。そうですね、まず召し上がってみてください。それではいただきたいと思います。もう今日はですね、社長に特別に許可をいただきまして店内でお食事させていただきます。じゃあ早速ですけども開けたいと思います。まずいきますよ、中敷きを取ると、うわー、すごい、めちゃくちゃボリュームのあるお肉がいっぱい乗ってます。香りも幸せな匂いが漂ってます。いただきます。すごい美味しい、肉汁が最高に柔らかいお肉です。ずっとね、噛んでたい。もうね、味がね、醤油の出汁が効いててめちゃめちゃ美味しいです。もう口の中ずっと広がって、何でしょう、お肉にね、甘みがある。お肉の食べる場所によってまたね、味わいが違うんですよ。2つ2箇所こういろんな楽しみ方がありますね。うん、でまたご飯も美味しいわ。生きててよかった。めっちゃ最高です。
モータロー弁当食べながらなんか綺麗なね景色を見て、もう最高のひととき、もう今度はねまた電車に乗って味わいたいと思います。社長、はい、モータロー弁当ありがとうございます。めちゃくちゃ美味しかったです。すごく嬉しい、美味しそうに食べてくださって幸せいやもう本当に普通に美味しいのでもうそれ出ちゃいます、自然と笑顔が。あの本当にね、本当にこれって美味しいよね。あの自分で作っていうのもなんですけど、うん、モータローってお肉の美味しさがギュッて詰まってて、もう本当にね美味しいな。なるほど、もうたまりません。そうそうそうザブトン3枚ありがとうございます。看板娘さんっていうのは、はい、私の娘ちょっとこれって、はい、せっかくやった娘さんに登場していただいても。あ、もちろんいいんですよ。はい、大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。じゃあ皆さん、新たけの看板娘さんを紹介したいと思います。社長、はい、それでは看板娘の娘さんに来ていただきました。はい、今ねモー太郎のお面で隠していただいてます。それでは撮ってください。3、2、1、どうぞ。もうありがとうございます。改めてお名前をお伺いしてよろしいでしょうか。はい、娘の広瀬美奈と申します。皆さん可愛らしい。社長、すごい綺麗な看板娘さんがいらっしゃって。ありがとうございます。わあ、皆さんもやっぱりモーターの弁当は好きですか。大好きです。うわあ、ちょっとせっかくやったらモーターの弁当の好きなところちょっと教えてもらっていいですか。そうですね、もうあの五感に響くという感じなんですけど、もう目でも見ても美味しい、もう耳で聞いてもいい、もう食べたら美味しいのはもちろんですけど、もう食べてその余韻にも浸れるから、もう食べ終わった後もモータローは楽しめるんですよね。だからもうすっごいおすすめです。社長、本当にこんなん僕が言うのも偉そうですけど、コメントが素晴らしい。めちゃくちゃうまい。教育が良かった。牛で教育を。牛で教育を。いや、トータルテンボスさんがスタジオにいらっしゃるので、うん、せっかくやったらコメントいただいてよろしいでしょうか。はい、わかりました。トータルテンボスさん、牛、モータロー、どうぞ召し上がってください。あなたけに恋してくださいね。ありがとうございます。ありがとうございました。